腹が立つという曲をします。やっぱりワルツという曲を先にします。その他の短編図というバンドを出していて、それの曲です。隅っこの方でひそひそ、可愛い声でひそひそ、気だるようなふりして、妹の誕生日の噂をして、悪口を言ってる振り付けまつけをどこかになくした話をずっと隣のおとなしい主婦にずっとずっと話して、それだけじゃないのとずっとずっとずっと話して、新しい人たちはもっと気を使うべき、私たちはそうやってずっとやってきたんだから、どうしてあの人たちはあんなに楽しそうなの、平気でやって許せない、もっと気を使うべき、あの子に教えて、すごく可愛いよ、自分の声も聞こえない、うるさい中華料理の店で誰も彼も大声で、どうでもいいことを真剣に話して、まるで大事なことみたい、知恵の人が後輩に偉そうに説教して、そういうの聞きたくない、私耳を塞げない、だから今はやめてよ、後輩が泣き出した、せっかく美味しい料理が、けどあれは後輩も好きで怒られてるみたい、二人でいつもそうやって遊んでるだけなんだ、なんだ緊張したよ、そういえばさっきからあなたが私に何か言ってる、ごめんね何も聞いてなかった、ありがとうございます。もう一曲、その他の短編図の曲をします。
腹が立つっていう曲をします。ソロでは今後の予定ないんですけど、その他の短編図で福岡では14日に役員ゆうてろが出ますと、ちょっと短編図とソロは割と趣が違うんですけど、よかったらよろしくお願いします。遅くまでありがとうございました。情報という曲をします。Don't